で、その江添さんが、なんか、その東京大学新聞の、まあなんかサークルみたいな感じなんだよね。で、そこに入って、すごい売り上げを上げたんですよ。その東京大学の学生が読む新聞に広告を入れると、学生のなんか就職説明会とかに来てくれますよって。だ企業側も、 どうやって集めていいのか分かんない。だから OB 訪問とかいつもこの大学から、あの、この研究室からここの会社に行ってるから、先輩方も行ってるから、みたいな感じで、教授の紹介とか OB 訪問とか、うん、まあ、まああんまり広告とかっていう頭がなかったんだろうね、当時。え、これはすごいと。飛ぶように売れたわけですよ。うんそりゃそうだよね。企業からしたらさ。 東京大学新聞に載せてくれるんだったら、それはいいよねってなるよね。つまり東大の、はい、あの、全クラスの名簿ってあるじゃん。一、うん、学年だ三千3000人くらいいるのかなだから1万何千人分の名簿は、これ、うん、使えば別に学生に一人でも入手できれば、そのクラスの分はもらえるわけじゃん。なん、もう何十万人って学生にそうやって送ってたわけですよ。だから要は制作費とその輸送料だけで、原価は。大儲けでしょ。 それは企業の広告しか入ってないんだから。で、僕は、その時に、はい、あの、その後ね、江添さんの晩年まで見とる、東さんっていう、すごい、いかがわしいおじさんがいるんだけど、うん、本当にもうね、ネット配信でちょっと、コンプラ上言えないようなことがいっぱいあるんですけどその人がなんでリクルートに入ったのかって、また面白くて。うん、その人は、あの、多摩地区、あの、立川とかさ、はい、あの、小平とかさ、その辺で、 当時は、ちり紙交換やってたの。でね、その、東さんは、なんでリクルートに身をつけたかっていうと、あの辺ってほら、一橋大学とかさ、津田塾大学とかさ、うん、大学いっぱいあるじゃん。うん、学生アパートいっぱいあって、うん、学生アパート、俺みたいにいっぱい来るわけ。リクルート就職ジャーナルみたいなの、ドーンって来るから、捨てるじゃん。いや、紙屋さんだから、紙の良さがわかるわけ。こんないい紙を使ってる会社は儲かってるに違いないと思って面接に行ったんだよ。たら、江添さんが、 地球来てくださいって言って次の日から入社したっていう。すごい。来てください,いで。彼らが立ち上げたのが、今度は第二の事業、情報誌事業なんですよ。それまでってコンテンツを売るものだったじゃん。だけど広告メインの雑誌を作っちゃったんですよ。それも革命なんですよ。それでさらに儲かったんですよ。ードーンっていったんですよ。そしたら今度は経済成長がもうピークに達して、不動産がめちゃくちゃ値上がりしたんですよ。 値上がりしてたんですどん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 。まあ、その藤原さんも東さんも言うんだけど、江添さんは A 面の顔と B 面の顔があるんだと。だから A 面は就職情報事業を立ち上げ、情報誌事業を立ち上げた素晴らしい経営者だというふうに言われてるんだけど、B 面は違うんですよ。B 面は投資好きなんですよ。株も好きだし、不動産も好きで、で趣味が高じて不動産事業を始めちゃったんですよ。 それが、リクルートコスモスっていう会社です。不動産は当時ずっと値上がり続けただから、ずっと値上がりし続けるだろうって幻想を思っちゃうんだけど、それは株が上がってる時と一緒で、バブルの時と一緒で、永遠に上がり続けることなんてのはないわけです。利益率が低いから、利益率を見た目高めるためにレバレッジをかけるんですよ。テコの原理を使って、で、銀行が貸さないような人にも貸したんですよ。で、それで、バブル崩壊するじゃないですか。リクルートは、 インターネットみたいなものが流行った後に、そのインターネットの上で事業をやればいい。よかったんですよ。だけど、そのインフラから全部持っちゃおうと思っちゃったんですね。今はリクルートには力があると。で、その回線を、電話回線を安くなりますよとかっつって、光通信みたいな会社がバンバン売り始めたんですよ。その時リクルートもそれをやったんですよ。回線リセール事業っていうのをやったわけです。光ファイバー回線を 卸しで買ってきて、それを法人に売るみたいな事業をやってて、情報化事業ということで、スーパーコンピューターの時間貸し事業とも始めたんですよ。これも同じ。原価が高い。だから全然儲かんなかった。っていうので、失敗をしているところに、ドン、リクルートコスモスが、リクルートは上場させないんだけど、子会社のリクルートコスモスを上場させることになったんですよ。で、その時に、株を、 配ったんですよまあ当時の中曽根さんとか竹下登さんとかもいろんな人たちがもうもらってたわけ。奈良崎矢之助さんっていうね、政治家がいて、もう国会でこれを追求してたわけ。リクルートの問題が、まあなんか今でいうところのあの盛りかけ問題みたいな。あまりにもその人がしつこいもんだから、賄賂を渡しちゃったんですよ。リクルートの社長室長が奈良崎さんにカバンに何百万円か入れて渡しちゃったんですよ。 そしたらそこに日本テレビのマイクが入ってた。賄賂を渡すってことはもうこいつらは悪いことしてんだろうっていう感じでもうブワーっと燃え広がって、もう正解大騒ぎ。もうだから竹下内閣はそれで辞任するんです。大騒ぎですよ。それで、しかもバブル崩壊します。だから江添さんは実は、 その事件があったからというよりは、自分の借金を返せなくなって、当時大企業というか、当時イケイケだった大英の中内社長に、あの、託すわけです。早期退職制度って言ったら、と本当30代で退職すると何千万円もらえるみたいな制度があるんです。みんなそれぐらいからに企業するんですよ。てか、リクルートに入る人ってみんな企業するんですよ。企業したくてリクルートに入るんですよね。素晴らしい会社なんですよ、実は。てかね、もうね、リクルートの話ね、 終わらない。